伊藤五百亀は日本の彫刻家。1918年、愛媛県新郡王母木村にて出生。17歳の時、雑誌に掲載されていた定点作品の彫刻を見て、感動、彫刻家を志し、上京して多摩帝国美術学校に入学。中途退学するも、その後も吉田三郎に指示し、本格的な創作活動を行った。 1942年、第5回文部省美術展覧会に出品した、立像が入選。翌年の文部省美術展では、桑野選手が特選となる。終戦後、500カメは帰郷し、彫刻活動を断念した。しかし、当時の応募木村村村長、伊藤はじめらが、講演会を組織し、500カメを励ました。500カメは再び上京し、制作活動を再開。 1954年、1955年の日展でも連続特選を受け再起を果たした。その後、日展審査員、日展評議員を歴任し、1974年の日展でモンブラ人賞を受賞。1982年には日本芸術院賞を受賞した。1991年、最上志功労賞を受賞。 高山被告老皇居持ち杯の像東爪彫刻家、伊藤500カメの検証施設であり、500カメの作品や制作に使用した道具を展示する。2013年8月1日に500カメの出身地で、ある愛媛県西条市に開館した。記念館は愛媛県立西条高等学校に近接し、近傍には西条市立西条郷土博物館愛媛民芸館が所在する。 所在地、愛媛県西条市民屋敷238番地に、朝日新聞1982年3月3日、長官22ページ、西条市社会教育課、愛媛県西条市マイナス500亀記念館がオープン、しました。西条市、2013年11月17日閲覧。ありがとうございます。